平返し紺碧の砂箱が復刻されたということで、今回はこのイベントのストーリー内容を簡単に説明します。ていうか昔同じ動画を投稿していませんでした？確かこのイベントは2019年の8月に実施されたから1年半前になるんですね。このイベントシナリオ的に重要になりそうなイベントだけど連勝戦もあって分かりにくいよね。それに以前作った動画は今見るとテンポが遅くて聞き取りにくい気がする。だから復刻に便乗して少し加工して以前より聞き取りやすくしたつもりです。復刻とはいえストーリーの解説だからネタバレ注意です。だけどある程度シナリオを進めたらいろんな用語が出てきてわからなくなると思います。そんな時はこの動画を見ていただければ理解の助けになると思うのでよろしくお願いします。はいはい、今回はイベント戦開かれし紺碧の砂箱のストーリーを分かりやすく解説したいと思うよ。ストーリーの思い出から何度も確認できるとはいえそれでも分かりにくいところがあるからね。ちなみに用語の確認だけど NY シティはニューヨーク、 NP シティとは最大の造船工場があるニューポートニューズ市の前提で話を進めるよ。一応モデルとなった地図をつけて説明したいと思います。後半の鍵となる得意点バミューダの位置関係を示すとこんな感じ。開かれし紺碧の砂箱はこのようなマップ上で話が進んでいくと思われます。まず今回のイベントの前哨戦となった迫り来る嵐を簡単におさらいすると、エンタープライズ隊は本部からの指示を受け県会議に偵察しに行くことになるんだよ。合流地点でクリーブランドたちと合流、任務に当たるよ。セイレンの反撃が少なく油断していたらそれは罠だったんだよね。 NY シティから遠ざけられ引き返そうにもいつの間にか表面会議の中にいて足止めを食らってしまう。エンタープライズたちが足止めを食らってる間、NYC が精霊に攻撃されたというのが今回のイベントにつながっているんだよね。そんなことは知らず会議のために NYC に招集された指揮官、まずは NB シティに立ち寄ってボルチモアの案内を受けるはずだったが、突如 NB シティは奇襲攻撃を受けるんだよね。 NB シティの方はボルチモアやビクトリア、ホーネットの奮闘のおかげでなんとか踏ん張ったんだよね。あとは NYC に配置している艦隊と合流して襲撃した敵の本拠地を攻略するのが次の作戦。しかしその NYC もすでに敵に襲撃されていてピンチなんだよね。 NPC での戦いが一段落した指揮官たちに救援依頼が届くんだよ。
遇し、捕らえていたバーミンガムの頭脳に合流した指揮官一行、キュリファイヤーを何とか倒し、NYCT に急いで向かうよ。NYCT の周辺ではテスターが待ち構えていたよ。ちなみにサラトガたちはセイレーンの無数の攻撃の迎撃に手を取られています。しかしさすがはセイレーンの上位個体、ボルチモアの攻撃ではミスともしないよ。巧妙な作戦でテスターに打撃を与えることができた指揮官一行、さらに敵の掃討の目処がついたサラトガも救援に駆けつけるんだよね。NYCT の埠頭では、本イベントの前哨戦、迫り来る嵐のストーリーの通り、足止めを食らっていたものの、いち早く NYCT の奇襲に気づき、支援に駆けつけたエンタープライズ隊、ここに指揮官一行が合流して、防御より精霊の前進基地を叩く作戦が実施されることになるよ。精霊の前進基地とは、得意点となっているバミュータ。こうして仲間を合流させながら隊が大きくなり、とうとう精霊の得意点まで向かうことになるんだよね。得意点バミューダには隊を3つに分けて突入することになるんだよね。目的は得意点の発生を未然に防ぐこと。なぜ隊を3つに分けたかというと、とのことです。精霊を倒しながら得意点に向かうそれぞれのグループ、仲間の形をした駒とも戦いながら順調に目標地点まで進んでいくよ。そしてその3つの隊のうちエンタープライズ隊が例の謎の感染と遭遇するんだよね。分かっているのは以前ユニオンの指揮を作ったこと、今回は精霊を指揮して NYCT を攻撃したと思われること、王冠の時と同じく得意点が現れるポイントに姿を見せること、エンタープライズの面影があること。
わかりやすくまとめるとこんな感じ。私も自分で位置関係をまとめてようやく理解できた思い出があるよ。そしてこのイベントが直接北方連合のイベントにつながっているので、かなり大事なストーリーだと思います。できれば整理した上でもう一度ゲームもシナリオを読んでほしいですね。理解した上で読み直すとめちゃくちゃ面白いので。ということで、復刻に便乗したストーリー解説でした。今回はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。あなたの登録でモチベーション、チャンネル登録お願いします。